無理無理、うまくいけっこないよ。正直に言って謝ることだね。なんだなんだ、友情のかけらもないのか。他のみんなに頼もう。みんな引き受けるかな。まさかと思うけど、にゃっかってた。様子を見てみよう。そんなお芝居自信ないわ。ごまかしは良くないと思うな。正直に話すべきだよ。なんだと。俺様がお前にペコペコしてるだと。嫌ならいいんだよ。やっぱりな、普段が普段だから。いい薬になるんじゃないの。スネオの野郎どこ行きやがった。あれ、骨川くん？先生！ちょうどよかった。今から君の家へ行くところなんだ。僕の家へ？どうしてでさ？近頃どうも君の成績が下がってきている。一度